マリリン・モンロー、キャンドル・イン・ザ・ウィンドは、エルトン・ジョンの楽曲、またはシングル。別題、風の中の火のように。本校では、キャンドル・イン・ザ・ウィンドのリメイクである、キャンドル・イン・ザ・ウィンド、ダイアナ元栄光大使妃に捧ぐについても解説する。マリリン・モンローへ捧げた曲である。1973年にオリジナルバージョンのアルバム、黄昏のレンガロに収録される。 1974年にシングル発売され、全英チャートで最高11位を記録。ただし、この時はアメリカでのシングル発売はなかった。この時の放題は、風の中の火のように、1987年にオーストラリアでのライブ音源がアルバムエルトンスーパーライブ栄光のモニュメントに収録され、同年にシングルとしても発売される。この時のシングルの放題は、 キャンドル・イン・ザ・ウィンド。前衛チャートで最高5位。このバージョンはアメリカでもシングル発売され、ビルボードホット100で最高6位を記録。キャンドル・イン・ザ・ウィンド。ダイアナ元栄光大使妃に捧ぐは、エルトン・ジョンが1997年に発表したシングル。ダイアナ元栄光大使妃への追悼シングル。上記の通り、もともとはマリリン・モンローへ捧げた曲であったが、 バーニー・トーピンによって改作され、ダイアナへの追悼曲となった。ダイアナが亡くなった直後から、イギリス国内のラジオ局は追悼の意味を込め、キャンドル・イン・ザ・ウィンドを流した。それを聞いたエルトンが、当時ロサンゼルス在住だったバーニーに、イギリス国中のラジオ局が自分たちの曲を流している、と電話で伝えた。バーニーはエルトンからの連絡を、もともとマリリン・モンローについて書かれた詩を、 ダイアナのために書き直してほしいのだと誤解し、ダイアナのために詩を書き直した。しかし、新しい詩はダイアナへ捧げるにふさわしいと二人の意見は一致し、葬儀では新しい詩で歌われることになった。なお、バーニーによる詩の書き直しはわずか2時間で行われたという。ダイアナ元皇太子妃の葬儀1997年9月6日に、 行われたダイアナの葬儀でエルトン・ジョンによって歌われ、その後 CD 化が発表された。以前から発売を予定していたサムシングアバウト・ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイトとの両英面シングルとして発売された。イギリスでは初日に65万8000枚、発売1週目に150万枚、6週間で540万枚を売り上げた。アメリカでは予約枚数870万枚、 初回出荷800万枚。サウンドスキャン調べによる全米での1週間の売り上げ枚数は340万枚に達し、ホイットニー・ヒューストン、オールウェイズラブユーが1992年に記録した63.2万枚を大きく上回った。CD の生産能力が受注に追いつかないほどのヒットとなったため、発売元の A&M レコードは一時期、 CD の注文受付を中止していた。日本では初回出荷30万枚。日本のオリコン総合シングルチャートでは、セリーヌ・ディオン・ウィズ・クライズラーカンパニーのゥ・ラブ・ユー・モア以来約1年9ヶ月ぶりに洋楽シングルでの1位を獲得。また、ダニエル・ブーンのビューティフル・サンデー以来約21年6ヶ月ぶりに洋楽シングルでの初登場1位を獲得。 オリコン洋楽シングルチャートでは1997年10月6日付けから通算11週1位と1997年度の年間1位を獲得。オリコン調べの初動推定売上枚数は18.4万枚を記録し、ドリームズカムトゥルーの Where Ever You Are が1994年に記録した18.0万枚を上回った。このバージョンはジャスラックに、 録音禁止著作物として登録されており、新たな録音、出版は禁止されている。従って、他に規定されたシングル、アルバム以外には収録されていない。2015年9月23日発売のコンピレーションアルバム No.190S、オーコンヒッツに収録されたのも1973年版である。 You Look Tonight Candle in the Wind 1997 You Can.Make History この楽曲は様々なアーティストにカバーされている。以下に主なものを記述する。ありがとうございます。